県内はまだまだ寒い日が続いていて、水道管の凍結にも注意が必要です。水道管の凍結を防ぐため、水道を出しっぱなしにする人もいますが、仙台市では水道の出しっぱなしは基本的にはやめてほしいと呼びかけています。なぜなのでしょうか。先週から県内に居座る強烈な寒波。仙台市でも最低気温が氷点下となる日が続き、26日には水道管の凍結に関する相談が水道局に411件も寄せられました。外のところにタオル巻きました。蛇口に、まあ、凍結すると言われて、まあ、安心はできてよかった、まあ、水が出てよかったです。水道管の凍結防止策の一つとして、冷え込む夜には蛇口から水を出しっぱなしにする人もいます。しかし仙台市水道局では、この方法はできるだけ行わないでほしいと呼びかけます。水抜き栓がついているときは水抜き栓をご使用いただくと、まあ、いいのかなというふうに思っています。その理由は、多くの人が水を出しっぱなしにすると排水量が増え、最悪の場合断水の危険もあるからということです。市では1975年以降に建てられた住宅は水抜き栓の設置が義務付けられているので、手動で操作するタイプの場合は水抜き栓を見つけしっかり閉めてほしいと話します。水抜き栓の操作方法を説明させていただきます。はじめに台所等にある屋内のですね、蛇口を開けていただきます。開けます。でその後水抜き栓を操作していただきます。水抜き栓を閉める。はい、水抜き栓を操作したことにより水が止まりました。止まったということは、この立ち上がりというか、この水道管の中にある水が抜けた状態になってございまして、まあ、水がない状態になったので凍結防止になるということでございます。一方、1975年以前に建てられた住宅で水抜き栓がない場合などは、少量の水を出しっぱなしにするのもやむを得ないといいます。ちょろちょろという糸を引く程度の方が結構かと思います。それでも凍結してしまった場合に備え、就寝前にポットでお湯を沸かしておき、凍結した場合は蛇口をタオルで巻いてぬるくしたお湯をかけてほしいということです。凍結防止には水抜き栓を正しく閉めることが有効ですが、自動タイプの水抜き栓の場合は手で触れてしまうとうまく作動しない時もあるので注意が必要ということです。まだ冬は、ね、続きますからね、はい、しっかりと対策していきましょう。